はい、どうもこんにちは。今回はですね、これです。ガラスをちょっと紹介しよう。まあ、今年そのアメリカ行ってその選んできたガラスが、まあ、ちょっと前に入荷っていうかこっちに来てたんです。で、まあ別に紹介しようとかって思ってなかったんですけど、なんかね、リアルなお客さんがどんなガラス買ってきたのっていう声もやっぱりあったんですよね。って言っても全部はもう見せれないんですよ。それは分かってくださいね。10枚ほどお見せしようかなと思います。ではいきます。では、まあ早速1枚目、これね、これイリデッセントっちゅって、キラ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 するやつね。これ結構キラキラ強いでしょ。これね、白に見えるかもしれないですけど、実際ね、ちょっとピンクなんですよ。ちょっとピンクのガラス。これね、確か、ちょっと待ってね。これだったかな、これだな。これが、白色に、イリデッセント。まぁ、ちょっと表面違いますけど、イリデッセントがね、なんかこう、キラキラがね、なんか薄いの、ちょっと。もう今のやつってね。昔こんなことなかったんですけど、今のはこんな感じね。これに比べるとやっぱこれすごいでしょね。光るとこんな感じ、光るとっていうか光が抜けると、まあ、こんな感じかなね。まあまあ綺麗なんじゃないですか。これ結構ちょっと気に入ったんですよね、見てて。で、続きましてこちらです。これなんだったっけ、スピリットっていうなんか名前がついたからですね。これ一時期ね、なくなってたはずなんですよ。なんか廃盤にしますみたいな、 OGT がね。で、廃盤になってたと思ってたんですけど、またなんかね、復活してたっぽい。で、ちょっと選んでみました。どうなんだろう。これでも電気の光じゃわかんないよね。なんかやっぱ太陽っていうか外の光に当てないと本当の良さはちょっとわかんないかな。まあここ室内なんでね。まあこんなガラスです。これ僕結構好きなんですよ。で、このスピリット使って、だいぶ前、もう何年前、10年ぐらい、10年も経たないか。これ作ったんです。いい感じじゃないですか。まあ、僕だけかもしれないですけど。で、これね、これです。このガラスね。まあ、使い方次第で、なんかいろいろ、ほんと面白いガラスだと思いますよ。多分。続きまして、これもまたイリデッセントが、ビッカビカでしょ?で、これ何?黒色にイリデッセントかかってんの?じゃなくて、これね、結構ね、薄い紫なんですよ。これ、わかるでしょ?向こうがこんだけ透けてるんです。でも、表は、こんな感じ。ギラギラなんですよ。うわ、面白いと思ってね、ちょっと選んでみました。まあ、光抜くとこんな感じね。だイリデッセントっていうガラスは、まあ、どっちかっていうとね、こう後ろから光を当ててなんぼっていうより、前から光が当たってなんぼみたいな。なんかそんなガラス。これ抜け感も良くないですか?これいいよな。続きまして、抜ける系の赤。これね、まあ結構みんな知ってると思うんですよ。これまあ、こうやってね。まあ抜けるんですよ、結構ね。まあ、綺麗なのは綺麗なんですよ。でもまあ小物とかに使うのであればまあ最適。小物に使うのもどうかな。ただですね、これ系の、まあまあこの赤、ものすっごい値段上がってました。正直僕びっくりしました。まあでもこんな感じの赤でした。で、次、なんだったっけ?これグラニティって何?これね、もうウロボロスって聞いたことありますか?で、ウロボロスが廃業した後、一時期だけね、OGT ってところがウロボロスを作ってた時期があったんですよ。今もう作ってないんですけど、それ、一応ウロボロスはね、今、夜陰にで作られることになってます、今ね。で、一時期 OGT が作ってた時ね、これ、オーシャンサイドのシールのウロボロ。COE96 だって、へぇー。あれ、ヒュージング用グラニティってやつね、このガタガタのクリア。これ、なんなり使い道多いっすよね。
まあ、光抜いても一緒なんだけど、まあ、こんな感じね。うん、こんなの選んでたっけな。で、多分今もうないのかな、 OGT が作ってたウロボロスは。まあ、こんな感じ。続きまして、なブルーズアイ、ブルーズアイのピンク、ピンク、まあ、これはなんかよくある類のピンク、結構濃いめのね。これ裏側ね、裏側、これカメラじゃ分かんないか、裏と思ってってね、結構なんかこう違うんですよね、質感とかも違うし、違う、よく分かんないか、カメラじゃね。光抜くと、まあ、こんな感じですね。比較的ね、濃いめで綺麗なピンク。これ何だったっけ、2310ってやつね。よいしょ、まあこんな感じです。で、もう一枚ピンクなんですけど、これもっと濃いやつね、もっと濃いっていうね、そのちょっと難しいんですけど、これさっきのピンクと見比べると分かると思うんですけど、あ、見比べようか。よし、これね、これとこれね、こうか。で、こっちの方がピンクが濃いですっていう言い方をすると思うんですけど、これね、よく見たら分かるんですよ。こっちから白色だけを抜いていくとこういう風になるんですよ。ってな感じで、これはすごい濃いピンクです。白が少ないっていうことね。光抜くとこんな感じね、綺麗ですね。俗に言うゴールドピンクってやつね。あの、今高いんでしょって思った人、正解です、これ高いです。はい、こんな感じです。続きまして、これは青色、あ、わかんないか、こうするとわかりやすいかな。こういうガラス、これどう使おうか、どう使えばいいんだろう。てか、それはなんか使う人が決めてください。綺麗でしょこれ。なんか光が抜けると、この青もね、ちょっと綺麗めの青なんですよ。やっぱりこう電気の光じゃね、なんかパッとしないよな。あー、こっちの方がいいな、いい感じ。まあ、こんなガラスです。で、続きまして、なんて言ってんだろう、こんなガラス、 こんなね、ただ縦に2本白のラインが入ってる。あ、これね、ちょっとやっぱ分かんないよね、これね、周り黒じゃなくてほんと綺麗な紫なんですよ。これね、分かる、こんな感じなんですよね。これ結局ね、見た人全員思ったと思うんです、どうやって使うのっていうね。で、このガラスね、こんなこと言っちゃったらあれなんですけど、正直ね、売れると思ってない。なんか自分の作品でなんかいい使い方が思いついたら、まあ、売れ残ってたら自分で使おうかななんて考えながら選びました。よいしょ。で、これ自分最後、まあ、これもね、どうやって使うのって多分見た人全員思ったんでしょうけど、黄色綺麗し、周りのね、なんかグリーンもね綺麗。これね、全部のガラスを通して言えることなんですけど、やっぱね、カメラ、うん、そう、レンズ越しじゃなんかやっぱちゃんと伝わらないと思うな、ガラスの綺麗さってのが。もうほんとね、この黄色、この周りのね、黄緑っていうかな、めちゃめちゃ綺麗なんですけど、まあこの辺しょうがないよね。で、これもさっきのガラスと一緒です。売れるとはあまり思ってません。なんかね、いい使い方思いついたら自分の作品に使おうかななんて思ってるガラスです。はいはい、まあそんなこんなで、今回この今見せた10種類10枚いかがでしたでしょうか。ああ、それいいって思ったのもあれば、いや、それ自分は使わないとかあったと思うんですけど、あのね、もうこれだから5年ぶりにアメリカでガラスちょっとピックアップして送っても輸入っすよね。で、輸入して改めてね、ほんと痛感したのが、皆さんも同じことを思ってると思うんですけど、やっぱね、ガラスの値段高いで、そうそう高い高いと思ったと思うんですけど、あの、この辺のね、イリデッセントだとかなんだとかっていったガラスは、今でいう OGT っていうところが作ってるガラスで、昔でいうスペクトラムなんですけど、今の OGT っていうところは、まあ、あのスペクトラムとは違うっていう認識に変えてください。
もうスペクトラムって思っちゃうとこれぐらいの値段でしょっていうその昔のね安かった記憶で物を見ちゃうんで、スペクトラムではなくても OGT ね、長年スペクトラムだって言ってやってきたのに、まあ、潰れちゃいます。事業継承を OGT という会社が引き継いでくれました。メキシコで作ります。メキシコだから人件費安いから極力安い値段で提供しますって言ってたんですけど、年々上がって上がって上がってって言って、でもそれもスペクトラムって思っちゃうから、えこんなに高くなってんの、なんでもう本当ねこれお願いします、意識こう変えてください。もうこれはスペクトラムじゃない、 OGT っていうそこそこ値段のするメーカーのガラスなんだっていう風にね、お願いします。ちょっとでいいですから、業者さんもいろいろ頑張ってくれてるはずだよね。でほんのちょっとでいいんで、なんか思ってもらえたらなって思います。日本中の業者さんね、いろんな業者さん、いろいろご苦労されてると思います。はい、というわけで今回はちょっとガラスをご紹介しました。